皆さん、こんにちは。こんばんは。タオです。今回は、化け猫のガチャガチャをやってきましたので、それを紹介したいと思います。このガチャガチャは、発売日から結構あちこち探してたんですけど、なかなか見つからなくて、それで昨日またガチャガチャを見に行ってきたんですけど、そしたら、前行った時は置いてなかったんですけど、その時は置いてあって、このシリーズは全種類コンプリートしたかったので、結構回してきました。今回紹介するのは、キタンクラブから発売されているガチャガチャ、化け猫ぞろぞろフィギュアマスコットです。このガチャガチャは、石黒彩子さんが書いている化け猫ぞろぞろという絵本があるんですけど、その絵本に登場する化け猫たちが立体化されたフィギュアです。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回300円のガチャガチャで全部で7種類です。裏はこんな感じになっています。この猫かしゃが他のものよりもちょっと数が少なくて当たりにくいみたいなんで、地引きでコンプリートを目指すのは大変だろうなぁとは思ったんですけど、セットになってるものはちょっと高くて、やっぱり自分でコンプリートした方がいいかなと思って、今回は12回回してきました。それでもう中身が見えてしまっているので、先に言ってしまうと1種類まだ出てないのがあるんですけど、それ以外は全部揃いましたので、これから当たったものを紹介していきたいと思います。まずは一番最初に当てたこの黄色のカプセルから見ていきたいと思います。これだけもう先に開けてしまってるんですけど、中に入っているのはお面猫台です。先に当たったものを全部紹介してから詳しく見ていきたいと思います。これは一番たくさん当たって全部で4個あります。2回目も黄色のカプセルが出て早速ダブったんですけど、3回目に当たったのがこのピンク色っぽいカプセルで、中に入っているのは土猫です。これは全部で2個あります。その次は確かお面猫か土猫がダブったと思うんですけど、その後に当たったのがこの紫色っぽいカプセルで、中に入っているのはニャッペフホフで、これも全部で2個あります。その次に当たったのが白色のカプセルで、中に入っているのは猫坊主で、これも全部で2個あります。それで何回かダブって、その次に当たったのがニャッパです。これが当たったのが9回目で、私は1回のガチャガチャでなるべく3000円以上は使わないようにしてるんですけど、この時点でまだ5種類しか揃ってなくて、どうしようかなって迷ったんですけど、私はガチャガチャ専用の小銭入れを持ってて、その中にあと300円残ってて、財布の小銭と合わせるとあと3回回すことができたので、じゃああと3回やって、それで一旦終わりにしようと思ってたら、最後の12回目にこれが当たりました。まさか当たるとは思ってなかったので、これは本当に嬉しいです。ガチャガチャを引く前に、機械の中をちょっと覗いてみたんですけど、もし私が見逃してなければ、その時猫かしゃは見えてなくて、この猫かしゃを引いて初めて、これだけちょっとカプセルが大きいことに気づきました。それで12回回した後に、もう一度機械の中を覗いてみたんですけど、見える範囲では、まず大きいカプセルは見えてなくて、まだ当たってない知らない色のカプセルも探してみたんですけど、機械の中が薄暗くて、カプセルの色も薄いしで、よくわからなかったので、
これで一旦終わりにしました。それでは当たったものを詳しく見ていきたいと思います。お面猫大です。台座がついていますので、こんな風に立たせることができます。土猫です。ニャッペフホフです。猫坊主です。ニャッパです。そして最後は猫かしゃです。今回当たったものを一箇所に集めてみるとこんな感じです。粘ドロイドと一緒に並べて大きさを比較してみるとこんな感じです。粘ドロイドは大きさがだいたい10センチぐらいあります。化け猫ぞろぞろフィギュアマスコットの紹介はこれで終わりです。あと一種類まだ出てないのがあるんですけど、でも猫かしゃは当たってくれたので、また回しに行って全種類揃えたいと思います。ちなみに、このラインナップはみんな可愛いんですけど、もしこの中で特にお気に入りベスト3を選ぶんだったら、私は、にゃっぱ、猫坊主、猫かしゃかなって思ってるんですけど、でもそれ以外もみんな可愛いので、もしよかったら皆さんもやってみてください。この動画以外にもミニチュアやフィギュアの紹介をしておりますので、他の動画も見ていただけると嬉しいです。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。